沖縄などで開催中のバスケットボール男子ワールドカップ W 杯でアジア最上位となり24年パリオリンピック五輪出場切符を獲得した日本代表が4日沖縄から羽田空港着の航空機で帰郷した写真ホーキンソンと嬉しいさポーズの川又3日には沖縄市内で記者会見し 1976年モントリオール大会以来48年ぶりとなる自力での五輪出場を決めた喜びを語った。日本は2日の順位決定リーグ大組最終戦でカーボベルデを80対71で下し、今大会のアジア勢唯一の3勝目を挙げた。12人の選手たちは4日までにインスタグラムのストーリーズなどにメッセージを投稿した。チームで最も愛されている男。 赤い髪が桜木花道に重ね合わされた存在感抜群の川又荒野、25イコールシガレイクスは、早速最年長プレイヤーに突っ込んだ。チーム最年長の比江島誠、33イコール宇都宮、ラストーリーズに川又とのおどけたツーショットをアップしたが、この画像に、比江島さん最後帰る時僕に会いに来ましたか。と、寂しがるようなコメントをつけた。なぜ愛されているのかがわかるような、 やり取りだった。